嫌な予感するからね。ポンさん、あ、見て、やばい、家の中に鬼がいる。豆まきしなきゃ。鬼あったと？うん、鬼あったとしよう。待ってね、ママが今、はい、先に手洗おう。うん、おいで、はい、やばい、来た、ポンさん、ここで先に手洗って。やばい、怖い、手洗おう。やばい、怖い、手洗って。私たちは豆を投げることに50年訓練を費やしてきたんだな。そんな鬼一匹ごときに負けるような豆さばきではない。おいわさと、おいわさと、おいわさと、常年の一だ。私は鬼滅の刃知ってるから。上限の1っていうのが一番強い。おりまーさと、眼球豆、おりまーさと、栄養強。これが訓練の成果だ。おりそー、やめろやめろやめろ。参ったならば降参しろ。おりそー。私は確かに鬼みたいな見た目をしている。ボス、一回話を聞いてやってくれ。でも誰にも、誰も殺してない。嘘をつくな。誰にも手をかけてないんだ。お前のような鬼は人を何百人も殺めてきただろ。わかるだろなあ、俺はこの見た目っていうだけで毎年毎年豆を投げられ、お前は外だ、お前は外だって迫害されてきた。ねえねえ鬼、俺は鬼に生まれたからこんな運命になるしかなかったのか。福はうちというがな、福の中にも悪い奴だっている。悪い福だっているんだ。じゃあさ、この鬼はもしかしたらいい鬼かもしれない、うん、そしたらこの豆を口の中に入れてあげよう、うん、ね、これ全部全部口の中に入れてあげな、うん、できるな、うん、できる、わかるだろ。口に入れてあげて。じゃあ入れて、え、入れて、ぞ、せーの、よーい、とん。おい、何をする気だ、何をする気だ。やめろ、止めろ。気持ち悪い、気持ち悪すぎる。いちご飴、いちご飴じゃない。俺はいちご飴なんかじゃない。鬼だ、鬼に生まれてしまっただけの。やったぶてみる、悲しい鬼だ。おい、やろう、やろう、口を開けろ。タイでした。イエーイ、体内に豆を入れたら勝ちだな。じゃあ今度ポンスが入れてくれ。いや、一緒にやろう。いいよ、せーの、せーの、あー、音、あ、イエーイ、うまい。鬼を正義の状態に戻すには豆を口に入れ、体内から、もうちょっとやろ、そう、体内から毒を排出するのだ。この鬼は
まだ正義の心が体内に残っている。だから豆を食べさせるんだ。うん、ありがとう。じゃあ行くっす。うまい。いつも投げられていた豆はこんなに美味しかったんだな。豆を投げなかった人間は初めてだ。ごめんね、今まで鬼には豆を投げるという文化をこの日本では伝えられてきたんだ。鬼を見たら豆を投げる、そうやってバカの一つ覚えみたいに豆を投げていたかもしれない。鬼がどんな気持ちで家の中にいるのかも分からず。おい、鬼、これだ。何？流走剣。なんだと？これは流走剣だ。なんだと？今朝、来てこれを返して、今これは逃げやんだ。鬼を倒すのか。うん。じゃあ鬼を倒すやって。でも、この鬼は、いい、優しい鬼だぞ。味方かもしれない。ち、じゃあこれディソチで言ってやって、鬼。どいて、どいしてよ。鬼は外の時代は終わった。これからは鬼も服も人もみんな衣装だ。鬼も服もみんな鬼も服も人もみんな衣装って言って豆を投げんの？豆は投げない、握りしめる。おい、こうやって大切にこうやって握りしめる。鬼も服も人もみんな衣装。おれ、いやもうなんか全然イベント感ないんだけど。まだ続いてんのも一人で劇場が。これを、はい、どうやって鬼を倒すんだ聞いてる。これはどうやって鬼を倒すんだって鬼に聞いてる。どうやって鬼を倒すんだって聞いてる。これはここをオンにする。ポンス、じゃあさ、 鬼と仲直りして年の数だけ豆食べよう。うん、ね。で、ママは26歳だから、うん、でママ26個も前食べたくないから、うん、2たす6で8個食べます。はい。ポーズは2個。パパさっきなんかいっぱい食べてたから、パパも8個。はい、じゃあみんなで豆を食べましょう、うん、今年も今年もいっぱい健康で元気で過ごせますように。に食べましょう。はい、食べましょう。あむ、せーの、あむ。うわ、なんかうまいよね、この豆ね。え、出るの？お、はい、というわけで今日は、じゃあ恵方巻きを作って食べようね。じゃあ、うん、鬼を倒す、またやろうね。はーい、はい、せーの、バイバイ。